皆さんどうもこんにちは、アスパンチャンネルアスパンとお母さんです。今日はお母さんお仕事の帰りにスーパーに寄ったらガチャガチャがあったのでやってきました。新しいガチャガチャみたいです。1個300円でした。で、出た順番で出していきますね。さあ行くぞ。多分ね、カプセルの色で誰が出たかわかると思うんだけど、まあサムネを見ればわかると思うんですが、やってきたのはこれですね。カプセルラバーマスコット2。これあれでしょ、前ラバーマスコットの時と絵が一緒でしょ。うん。はい、1個目に出たのが、まずじゃじゃん、青で直切りさんですね。かわいい。あのグミのね、グミたまたまなのかな、からプチグミも出たけど、そうじゃない、グミのやつみたい、かわいいね。うん、1個目出たのが青カプセルの直切りさんでした。これグミよく見たら桃だね。では2個目に出たのが、かわいいね、これはなんと12人ですね。ルナちゃんもいるやつです。1個目、じゃじゃん、タッツンさんです。かわいい、この2人よく来るね、ガチャガチャ、かわいいね。うん、2個目に出たのが黄色いカプセルでタッツンさんが出ました。では3つ目に出たのが、うりくんが3つ目に出ました。かっこいい、かっこいい。うりくんは黒い、暗いカプセルね。で、4つ目に出たのが、あら、タッツンさんが出たの、4つ目。で、次に出たのが、これは2個出たから重ねておこうか、5個目かな。うん、マフくんが出ました。かわいい。マフくんは紫ね。どのくさん来てないですな。次に出たのが誰でしょう。このカプセル若干開けにくいね。セロハンテープでぐるぐるになってないだけいいけど。うん、6個目、うん、じゃじゃーん、エトさんです。かわいい、かわいい、かわいいね。オレンジカプセル、エトさんでした。次に出たのが、次に7個目に出たのが、じゃじゃーん、むーちゃんの大大大大大大好きのぬくさん。ちょっとのぬくさん開けてみて。のぬくさんは白カプセルみたいですね。あら、かわいい。すごいね、よくできてる。でね、今回ルナちゃんいるから、あ、ルナちゃん欲しいなと思ったの。お母さん欲しいじゃん。うん、ルナちゃんのグッズこれから出たり出なかったりだから、うん、そう思って回してきて、次に出たのがピンク色っていうことは、ピンクということは、じゃじゃーん、ノアさん、かわいい、かわいいね、かわいい。で、次に出たのが、2個目どのくさん出たの、お臭のない私たち。でもお母さんはルナちゃん目的だったじゃん。うん、で次は、うん、じゃじゃーん、ルナちゃん出たの。かわいい、これかわいい、これルナちゃんめちゃめちゃかわいいよね。このラバーマスコット第1弾の時もすごいかわいいなと思って、かわいい。こんな感じでですね、ここでやめました。あ、ちなみにガチャいっぱいまだ中身入ってたからね、買い占めてないからね、たまに言われるから、買い占めてはいません、まだいっぱいありました。こんな感じでですね、今回出てないのはユアンくんが出てないね。そうなの、今年ユアンくんあんま出てないよね。出てないのがジャパパさん、ユアンくん、シバさん、キロくん来てないね。うん、女子組が揃ったね、可愛い女子揃ったからよかったね。ぬぬくさんも2個来たし、はい、こんな感じでねやってきましたね。可愛い。でね、X の方では投稿させていただいたんですが、クラピチのイベント
一部で当選していけることになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、またいろいろ報告していきたいと思います。はい、はい、今日はカラフルピーチの新しいガチャガチャカプセル、なんだっけ、ラバーマスコット2を回してきて、どぬくさんは2個出ました。ありがとうございます。かわいいのでね、見つけたらぜひ皆さんもやってみてください。300円だったので安いね。うん、ガチャの中では安いと思います。はい、はい、こちらの動画もしよろしければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。以上、朝パンチャンネルでした。バイバーイ。バイバーイ。かわいい。